服もここ1年ぐらいはかなり絞ってきたけど、本当に着る量とか必要な量ってのは少ないけど、多ければ色々なものが着れるなとはね、ちょっと感じましたよ。うわ、ああいうコーディネートも別にしたいけど、でも別に持っているものもあるし、そっち着たらいいよね、着る頻度落ちちゃうよね、そうやって思っていたんですけどね。今日買い物してみて色々な服を見てみたら、いろんなもの着たら面白いよね、そりゃ。だから服はいっぱい持ってる人がいるんだなと思うね。それを必要か必要じゃないかで考えているのが私。まあ、買えたしね。楽しかった。でもなんだろうね、あの一般的なブランドでさ、あの半袖のテロテロのシャツとか短パンとか普通に4000円とか5000円とかするのね。ちょっと悩むよね。どう？皆さんの金銭感覚的にはそのぐらいいいですか？だってさ、ユニクロとか GU とか見ればそれ以下の金額であるんだよ。もしかしたら生地とかがいいものが使われているのかもしれないけど、いや、それだってユニクロ GU だっていいもの使ってるでしょ。ファッションセンター島村だってさ、ちょっと4000円ぐらいとかね、見せられちゃうとね、本当に気をつけないとどんどんお金なくなってくよね。まあもう無地のものだったらユニクロとか GU でいいでしょ。ファッションセンター島村でいいでしょ。そういう金銭感覚ある。だってテロテロなんだよ。だってすっごい薄かったりさ、短パンなんて短いじゃん。長ズボンと変わらないのはなぜ？長ズボンの膝下の部分ってそんなに安いの？まあショッピングモールなんかに入ってる店っていうのは女性の店が多いね。これ同じものだったら何店舗回んないといけないのよ。もう決めたブランドがあればいいけど、もう決めてなかったらもう何店舗回ればいいんだよ。もう似たようなものがどの店にもあったらさ、もう比べるの大変。もっと安くていいのあるのかなと思ったらもうキリがない。これメンズは少なくて正解だね。まあでも本当に見るとこないけどね、メンズそういうとこでは。ものすごい綺麗なおしゃれな家ってあるじゃん。ものすごい綺麗なおしゃれな家ってあるじゃない。CM とかで出てくるようなさ、もうそういう方いいよね。ルームツアー撮っただけでもうめっちゃいいもん。そういう綺麗な家に住んでる人って持ち物も少ないのかな？なんだかんだやっぱ閉まってるのかな？それで持ち物も絞られて家電もかっこいいので揃えてたらそりゃいいよね。自分もいつかそういう家に住めたら最高なんだけどな。 YouTube でどうにかなんないかな。チャンネル登録よろしく。田舎だとどこにそうだけど、今みんな家を建てるんだけど、賃貸だと家賃を払い続けているだけ、お金を捨てている感じ。家を建てると家という財産が残る、そうやって言うと思うんだけど、本当に余分にお金がかかったりめんどくさいこととかないのかな。まあいろいろな地域で楽しいことがあるのかもしれないけど、まあ参加しようと思ったら賃貸の人だって参加できるだろうし、なんかまあめんどくさいことは少ないよね。まあいろんなことめんどくさがりだと、まあそれこそ賃貸の方がいいと思っちゃうんだけどね。みんな建てるよね。給湯器が壊れちゃってすごいお金かかるみたいなね。定期的に壊れるらしくてね。なんかそういうのも聞いたりとか、果たして家が残された人はそれを財産と思えるのかね。割と処分に困ってない？でも土地があるっていうのはいいよね。だって農家の友達が土地売ったらものすごいお金持ちになっちゃったって話聞いたしね。いい場所に持ってたんだよね。あんなに貧乏な感じだったのに、おじいさんとおばあさんがいなくなった途端だもん。まあ農業引き継ぐのも大変だしね。まあ持ち家でも賃貸でもまあ両面あるよね。いいところも悪いところもあるからね。どっちがいいなんていう正解はないんだけどね。そんな深く考えずに家を建てちゃえっていうことではないと思うからね。だってそんな大きな買い物ないもんね。まあでもみんなやっていることだし、家のローンなんて当たり前。まあそういう感じだと思うんですけどね。田舎だと小学生の子なんてみんな持ち家だもんね、ほとんど。都会は違うのかな？案外持ち家かな。もし自分が家を持っていたとして、子供がいたとして、自分の家を子供が欲しい、その後住みたい、そうやって言ってくれるような家だったら一番いいよね。いや、いらないいらないいらない、そうやって言われたくないよね。2世代にわたって住めたらそれは儲けもんだよ。それは財産。お邪魔にされたらそりゃもうでっかいお荷物、でっかいでっかいお荷物。本当に昔にも動画にしたけど、手放していったりとか、ミニマリストの生活っていうのはちょっと就活みたいなところがありますね。いつ死んだって大丈夫。死にたくないけど。
到着しました。3時33分、揃っちゃった。はい、ここから家にも乗って、今日の動画を編集しなきゃ。今日の動画って1本目ね。これ何本目？とにかく今から編集します。また編集終わった時にお会いしましょう。3時33分の僕からでした。34分になっちゃった。はい、お疲れ様です。今、8時59分です。編集が終わって、これからお風呂に入ります。その後洗濯物とかなんだかんだして、また明日の動画の編集をして、もうその動画上がってるかもしれない。はい、ミニマリストの休日、買い物旅、お付き合いいただきありがとうございます。ぜひ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた会いましょう。バイバーイ。イエイ。はい、始まりました。本日なんですけど、今日は無印良品さんに行ってきたので、購入してきたものを紹介します。はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストの購入品、みんな大好きイオンモールで買ってきたものを紹介していきます。歯磨いて出まーす。一日長ー。